東洋宣教団清め協会は、プロテスタントのホーリネス系の団体。1897年メソジスト協会の伝道者、中田茂春は、ムーデー聖書学院在学中に、聖歌の経験を受けた。日本帰国後巡回伝道に携わった。1901年米国で知り合った、チャールズ・イーカウマン夫妻と共に、東京神田神保町に、中央福音伝道館を開設。 合わせて、聖書学校を始めた。アーネスト・キルボン、笹尾哲三郎も、この働きに加わった。1905年東洋宣教会という組織を、形成した。1917年福音伝道館全体は、東洋宣教会日本ホーリネス教会となった。各地の伝道館は、教会と称し、状況派的伝道団体から一個の教派になり、 中田はその初代監督に就任した。1933年、中田茂春監督が、イスラエル民族の救いと、日本民族の関係を解く特殊な再臨信仰の主張を行った。この中田監督の指導に対し、ホーリネスの伝統的な信仰上同調できなくなった。聖書学院のご教授は、臨時総会で中田を解任した。さらに、中田もご教授を解任して、 民事訴訟を起こした。その結果、監督側と委員側に分かれて対立することになった。1936年は今日分離が成立した。そして、日本ホーリネス協会はご教授の車田修司を指導者とする日本政教会と中田を終身監督とする清め教会とに分離した。東洋戦協会清め教会は中田の進学の主張を受け継いでいる。 1941年プロテスタントキリスト教諸派は政府の圧力により合同して日本キリスト教団を組織した。日本正教会はその第6部、清め教会は第9部としてこれに加わった。しかし東洋戦協会清め教会は日本キリスト教団に参加せず秘密結社の道を歩んだ。戦時中は弾圧され、尾崎教一らは投獄され、 結社禁止処分を受けた。1946年11月戦後に、尾崎京一を主観者として、東洋戦教会清め協会を再建した。1996年に、東洋戦教団清め、キリスト教会と解消した。ありがとうございます。